さっきちょっと候補に挙げてた牛カツのお店に行きたいと思います。勝牛っていうところですね。でさっきバス停の前にあったのは新宮里の方ですけど、こっちに京都駅前店っていうのがあるのでそちらに行きたいと思います。ホテルからさっき調べたらホテルから100-150m ぐらいでしたね。渡っちゃいましょう。ですぐその辺ですね、近くです。 iPhone 旅シリーズもあれですね、この充電がすごい本当ネックですねって言ってる間にこう着きましたね。ここですね。はい、こちら、牛カツの専門店の、勝牛、京都駅前店ですね。こちらで牛カツを食べたいと思います。行きましょう。めちゃめちゃ美味しそうですよ。すいません、これってこっちとこっち何が違うんですか？はい、こちらの京都マーゼンがですね、出汁の効いた温泉卵がついているだけの違いになります。あ、温泉卵がついてるんですか？はい、そうです。味変みたいな感じでこれつけてくれる。はい、こちら結構美味しいので、ね、じゃあそれにしよう。これはあれですね、カツのサイズが違う。そうですね、お肉のサイズがこちら M が 130g で L が 160g になります。じゃあその L をください。はい、かしこまりました。こちらのお二つは最後余りましたら締めでご飯にかけていただくのもおすすめでございます。なんで急にこんなに美味しいの結構美味しいなと思いました。少ないですね。わさびをのせて、醤油、わさび醤油つけて、あ、おいしい。こっちの方がおいしい。刺身醤油っぽい感じ。おいしい。山椒塩。山椒塩で食べてみよう。あ、すごい山椒香る。あ、これもおいしい。私うまいね。結構細めに切ってあるんですね。これ食べやすくていいね。これでいってみる。あ、うまい。普通のカレーライスのカレーっていうよりはカレーうどんの方のカレーに近いですね。チキカレー、肉カレーでとっても美味しいです。ほらすごい、見てこれちょうどいい色合いですね。こっちで食べようかな。これ混ぜるのかな。混ぜてみましょう。で、うん、うまっ。これうまい。初めてその反応してくれた。
肉がすごい柔らかい。うん、美味しい。たくさんつけます。めちゃくちゃうまい。すごい合いますね、カツと。この卵と、卵だしのタレが。うん。牛カツソース。多めに。うん。でもライスも美味しいですね。麦ご飯かな。みたいなこれ、うん、美味しい。卵かけご飯とは全然違う、全然っていうかちょっと違う、なんていうんだろうな、だし卵かけご飯。京都勝寿司とても美味しかったです。すごい肉も柔らかくて、で、衣もサクサクしててとても美味しいですね。うん、非常に良かったです。平日ですけど混んでましたね。結構人気店なんでしょうね。うん、確かに食べたら味も美味しいし、本当分かりますね、混んでる理由が。